はい、こんにちは、ジュリアです。カード開封動画409回目は2021年発売バイスクルヴァンパイアザ・ダークネスです。ザ・ブラッドの色違いでキックスターターの情報は前回と同じになっています。で、これが前回のブラッドと合わせることで一つのマークが完成するコレクション要素になっているという仕様になっています。それでは開封したいと思います。箱を見ていきます。バイスクルヴァンパイアザ・ダークネス、ザ・ブラッドと合わせることで一つのメダルのマークが完成します。このメダルキックスターターで発売されていますね。横面の表示はブラッドの時と同じく縦向き表記、背景色が違うだけで反対側も上もデザインのみで同じですね。で、クロージャーシールの方が赤色クロージャーシールになっていて、背景の方の色とラインのこの色がパープルになって、裏の背景色が入れ替わっている感じで、メタリックインクのこの金色の部分は同じになってます。下面はこちら側の色の方が文字が見やすいですね。デザインドバイシンイラム 2020USBCC のアーランガー KY でプロダクト&ディストリビューテッドバイハイピーラボで URL です。それでは開封したいと思います。はい、切れ目を入れました。どうやらこの赤色の方もビニールじゃなくて紙製のシールみたいですね。大量に発注したってことでしょうか。こちら側がバック面、はい、昨日と同じく中側のこのバック面にもメタリックインクが使えてます。1枚目が前回と同じですね。デザインドバイシンイラムの広告カードで、もう1枚は何になってるんでしょうか。はい、前回と同じでこの箱面の絵を今回は反転されてないですね。これはそのままで使えるからこのままの状態で、箱面と同じデザインのスペードの13、これがエクストラカードですね。では表面いきます。配色が変わってるだけで文字色金色と白のジョーカー、この辺は同じですね。はい、これもマーク、配色が変わってるだけで中身は同じだと思います。この背景色ね、これだとなんか赤の方がこれは見やすかった気はします。ザ・ブラッドと今回でやっぱりね、キョンシーの時と同じで絵札の感じが、こっちがやっぱり前回のキョンシーの、ダーク版っていうことですね。目が白目向いて少し表記が変わっているという感じで、でダイヤのエース、表示は同じで背景色変わってますね。で、金色と白色ピクスっていうのは変わってないです。ダイヤの絵札、クラブの絵札、クラブのエース、ハートの絵札、でハートのエース、2019年のスタンダード54枚と、2019年のスタンダードよりも1枚分の厚みです。スペインの方は高品質、弾力の方は前回のブラッドと同じく、まあいい感じに柔らかめですね。取りの方はそれなりにあって普通に取れる感じです。ブラッドはトラディショナルカットでしたが、どうでしょう。お、スッと入るのでこれもトラディショナルカットですね。まあ一応ベース面も、はい、入っていかないです。トラディショナルカットです。
ザ・ダークネスのボーダーは細いのでしっかり開けるとこんな感じで模様が出ます。それではザ・ブラッドとこのダークネス、絵札のカードの違いをちょっとね見ていきたいと思います。まずはジョーカーですね。まあジョーカーは背景色、あ、こちらのジョーカーの方も白目になってますね。若干こちらが炎っぽい、こちらが電撃っぽい感じでエフェクトも変わってます。もう一方のジョーカーも同じですね。エースの方はやっぱりこの赤い方が色は見やすい感じですね。色が同一色で溶け込んでる感じになってます。スペードのジャック、はい、よく見るとやっぱ白目になっていてエフェクトが変わってますね。ただポーズも持ってるものとは変わってるとかそういうことはないみたいです。スペードのクイーン、まあ同じくって感じですね。スペードのキング、ダイヤのエース、ダイヤのジャック、ダイヤのクイーン、ダイヤのキング、クラブのキング、クラブのクイーン、クラブのジャック、クラブのエース、ハートのキング、ハートのクイーン、ハートのジャック、ハートのエース、でエクストラカード、エクストラカードの方がこちら側のねザ・ブラッドの方が反転してる絵になっていて、こちらがそのままの、多分ねスペードのキングがこちら向きっていうのでこちらも反転させて合わせたっていう感じですね。でシーンラムの広告カードでバック面ですね。はい、バイスクルヴァンパイアザ・ダークネスを開封しました。色違いプラス絵柄の方が少し変わっているというのはバイスクル教師の時と同じになっていて、エフェクトの方も変わってますね。ただ視認性とか見やすさはこのザ・ブラッドの赤い方が見やすいと思います。それではジャンル分けします。2019年のスタンダードよりも1枚分の厚みなので、ブラッドは2枚分なのでそれでもまあ厚いです。トラディショナルカット仕様の高品質ハイピーラボとシーンラムのデザインのメーカーコラボ、ヴァンパイアデザインのコンセプトデザインで、そのうちレアデックになると思います。バイスクルヴァンパイアザ・ダークネスでした。よろしければチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それでは。